ミグアシャ国立公園。ミグアシャ国立公園は、カナダ・ケベック州にある自然保護区である。この公園は、デボンキの化石、特に魚類から獅子動物への進化を考える上で重要な化石が多く出土している点に特色があり、ユネスコの世界遺産にも登録されている。デボンキの地層で世界遺産に登録されているのは、2008年時点では、ここだけである。 国立公園と呼ばれているものの、実質的には、ケベック野外施設協会、セッパックを通じて、ケベック州政府によって管理されている、州立公園である。ミグアシャ地方は、ケベック州のガスペ半島に位置するが、遠くで、アパラチア山脈の若い山々がそびえ始めていた3億7千万年前には、この一帯の河口は、赤道近くにあった。その口の縁で、 サソリや、その他の陸生節足動物が生息する、原生林が生い茂っていた。川口部では、流れや潮に身を任せて様々な魚類が、ぬるま湯のような温度の水中に生息していた。魚類には硬い棘を与えられていた種もあったし、外骨格の殻に守られている種もあった。また、分裂して体になったヒレやハイを備えた種もあり、短時間なら水の外に出ることが可能になった。 この大ヒレの具有が進化の最も重要な段階の一つであり、魚類と獅子動物を架橋するものとなった。脊椎動物の進化の中に刻まれたこの出来事はエスクミナック層、フォーメーション D エスクミノックと呼ばれる地層によって今日知ることができている。この地層はケベックのシャルール1の川口部分にあたるガスペ半島南岸沿いの断崖に残っている。 最初の化石発見は1842年のことで、ケローシンの発明者でもあるエイブラハム・ゲスナーによるものであった。それ以来、今日までにエスクミナック層では3億7000万年前に海岸付近で生息していた21種ほどの魚類と、その他いくらかの脊椎動物、そして10種程度の植物の化石が出土している。この場所で発見された魚類の化石には6つに大別される。 デボンキに生息していた魚類のうちの5つが含まれている。つまり地球史において魚の時代とも呼ばれるデボンキを知る上で、ミグア社から得られる知見は最も代表的なものと言い得るのである。ミグア社の発掘現場が有名なのは化石保存状況の質と量の双方に追っている。量の面で言えば、1998年にまとめられた出土化石の一覧には、 ガスペの断崖から出土した化石が実に14,200点も挙げられている。その半分は国立公園のコレクションに加えられ、残りは9カ国の博物館、大学、研究所など計33カ所に送られた。保存状況の質的側面でも、ミグア社で出土する化石は高く評価されている。完全な標本や三次元的な標本が見つかるというだけでなく、 軟骨のような柔らかい部位の化石、糞、エラの痕跡、血管や神経の痕跡なども見つかっているのである。10種ほどの植物化石が存在しており、88種の胞子の化石も発見されている。この植物章の中で、最も代表的なものはアルカエオプテリスであり、この原始的な樹木がデボン期の初期の森林を形っていたのである。 エスクミナックス王を含むミグア社の化石発掘現場は1985年に州立公園に指定された。デボン期に現れた脊椎動物の化石が出土する発掘現場は地球上で70箇所以上確認されているが、ミグア社の発掘現場は種の豊富さ、化石の保存状態の良さ、脊椎動物の進化を考察する上での代表例が見つかっていることなどの点で、 他の発掘現場とは一線を画している。1999年12月に、ミグアシャ国立公園の持つ学術的価値は、中立恐竜公園、カナダやメッセル採掘場、ドイツなど他の化石採掘地と並び、人類にとって顕著な普遍的価値を持つものとして、ユネコの世界遺産委員会に認められた。カナダの化石発掘地としては、 カナディアンロッキー山脈自然公園群、カンブリア紀など、グロスモーン国立公園、オルドビスキ、州立恐竜公園、白亜紀などに続く4例目の世界遺産登録であった。その後石炭紀のジョギンズの化石の崖群が加わっている。また、デボン紀の化石発掘地として、世界遺産リストに登録されたのミグア社が初めてである。世界遺産登録名は当初、ミグア社公園、 ミグアシャパーク、パークでミグアシャであったが2004年に現在の名称に変更された。2003年6月に建設に500万ドル以上が費やされた新しい自然史博物館が開館した。来館者たちはこの場所がどれほど優れた価値を持っているのかを示す新たな展示品を観覧できる。常設展示に加えて特設展示室では説明筆の自然史や 自然科学の諸領域に関わりのある展示が行われている。科学調査のために、二つのコレクションの部屋が新設された。一つは、模型や図像に当てられた部屋で、もう一つは、ケベックの脊椎動物、無脊椎動物の化石の地層学的なコレクションのための部屋である。校舎の土台になったのは、サンイコールジュレコレクション、LA コレクションセインツジェレイである。フィリップさん。 イコールジュレ、フィリップ・セインツ・ジェレイは、自然科学全般に情熱を持っていた独学だったが、1966年に、最初の化石としてサイヨウムシの仲間の化石を、発見して以来、古生物学にかける情熱が冷めることはなかった。サグネ、ソゲネから、ラックイコールさん、イコールジャン、ラック・セインツ寺院にかけての地域において、真の先駆的古生物学者だった、サンイコールジュレは、 古生物学に論理的でかつ厳格な方法をもって接近し最初の人物であった。20年ほどの間に彼は珍しい化石も含めて2000点以上の化石を収集することに成功した。そのことは4億5000万年前のミグア社に見られた海洋動物賞が実に多彩なものであったことを証明しているのである。認識されている。 科学的価値と関連付けられたこのコレクションは多大な情熱と忍耐力、そして養成される科学的厳格さをもって集められた。彼は化石出土場所で発掘し、標本を分類し、独自の科学的な遺産を構成しようと様々な研究所や専門家に当たったのである。極めて豊かな情報をもたらしてくれるこのコレクションは、 現在は、ケベック州の古生物学コレクションに属しており、ケベック州の古生物学遺産に関する、巡回的な展示に加えられているものもあ、フィリップさんイコールジュレの科学上の貢献は、否定し得ないものであり、その業績は、古生物学調査に、貴重な資料を提供し続けている。蜜葉虫の仲間に、彼の名前を付けて、その貢献を強調した研究者たちもいる。 その採用虫の名は、ワレンクリヌロイデスゲライシ、ウォーリンクレニロイズジェラヤジーで、ゲライシ、ジェラヤジーは、ジュレ、ジェレイに由来している。これはジュレその人を称えるにとどまらず、知識を愛する、独学者たちすべてに波及するオマージュなのである。ミグアシャ国立公園は、この地層学上の魅力的なコレクションの収蔵を、栄誉として示している。新しい博物館には、 機械の準備や科学的な準備に特化した準備研究室でラバートワーアプレイパース4が設置されている。また、ミグア社で予定されている実地調査に参加したいと考え外国人研究者の受け入れ機関が設置されており、外国人研究者向けの宿泊施設も備わっている。ミグア社国立公園の自然史博物館では、水から出ることを可能にした解剖学的、 携帯学的特質を備え、かつ子孫に伝えてくれた我々の遠い先祖である、巨類の化石を見ることができる。その魚たちから、遥かな進化の時を経て、直立二足歩行にたどり着いた、我々にとって、デボン期の生物たちが、自ら出たということは、進化史上極めて重要な段階の一つであった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。